桜橋ってところまで行くといいみたいですね。あ、もうこっから交差点2つ分ぐらいやから歩いていけるな。そこからバスが出てるみたい。北新地駅の近くの方面に向かってたらいいのか。はあ、はあはあ、ほやで。フィルトンプラザがあるけど、上出て、ズドーンズドーンと行ったらいけそうやな。うん、よし。こっちは、あ、劇団四季か。はあ、はあ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 。とりあえず上出たらええんかな。ここ、なんか綺麗、おしゃれな階段。登って、まあ、外に出たらね、東西南北の感覚つかめるでしょう。あ、綺麗。すごいね。おしゃれね。うん。うん。西梅田ってなってますけども、関係梅田ですからね。ここ地上か。ああ。で、あ、オペラ座の階段ね、13階。ね。もう。王道も王道ですもんね。あ、で、ここは南北やから。これを、でよ、南ってことは、こっちやな。え、サラダエクスプレス。阪神だ、阪神だね。の大手やからって容赦ないコテコテ感ね。やっぱ大阪やな。大阪来たな。ああ。すごいな。バスじゃないね。バス行けよ、岡田。で、桜橋っていう交差点あたり。これがもう、阪神ビルか。渡っといてんかな。渡っとくか。あ、いそうや。大阪一通なんやね。そうそう。これが四つ橋。四つ橋ですね。大阪と姫路はね、来るたびに若取っても、なんか、どきも抜かれますよね。この一歩通行。うん。で、よーし。もうちょっとこっち行きゃいいか。うわー、辛い。夢だ駅で南海の方からじゃあちょうどよかったぐらいなのかな。これあ JR 北新地駅ってなってるし、あ桜橋交差点これか。でかいな桜橋って。なんかこれ歩けるな。何だっけ。チョコロローソン行ったからだ。そうだ。なんであんなローソン行ってんだ俺。どういうルートで行ったら俺ここにたどり着いたんだろうね。あの時阪神福島から乗って阪神梅田に行ってたよな。阪神梅田からどうしてここのローソンにたどり着いた。思い出せん。ああ。気になる方はね、なんだったっけ、人がばんばん割れ、人がばんばん割りしすぎたやったっけ、はい、リンク貼っとくんで、そういうことになった。一番 見たら思い出せるだろう。見て思い出そう。で、その近くに、バス停が、あるみたいで、そこから、何やったっけ？何駅やったっけ？鶴町四丁目っていう方に、やつに乗るといいらしい。へぇ。
で、福島西通り。へただ、もともこもないのが出てましたけど、もうここ阪神の駅前なんで、そのまま阪神乗って阪神野田に行けって言ってますね。それは阪神野田駅って言っとるんや、そりゃそうやな、うん。で、こっち、どっかにバス停が、どこや、もう北新地駅やもんな。あれやあれや、あかんやん、言ってばったやん。鶴町四丁目って言ってたよな。鶴町4と鶴町4丁目が違うよってことないよな。だか、そうか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 。そうか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 、今のか。うん、バス停間違えたか、俺。こっち渡らん方がよかったのかな。すごい道やね。そうか、そうか、そうか。すごいな。裏道な感じやね。すげえ。日本入るといろいろあるね。プロカンジャンケジャン。カニジャンケジャンって聞いたことあるな。なんだっけ、なんかカニの味噌漬けみたいなやつやったっけ。おう、おい、はいやねん、すごいね。まあこれでも夜の営業がメインな感じでしょうね。まあまあまあ、大阪の村ですからね。あ、これあるからね。コンテナとかあるってことはそういうことだよね。なんかハート待っとるー。何事、めっちゃハート待っとる。